はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。ザ・センターやっていきましょう。で、今回はね、アイスのスピノサウルスをテイムしていこうと思います。なんで今、アイスってなんかちょっとなまった？あ、いいっすね。なんだっけ、だいぶ前のあの、ドエリクルスの時とはもうお分かりのように、バッタスって、まあ、テイムするのがめちゃめちゃ大変だと。うん。ただ、前回ゴールデンドードーさんを倒したことによって手に入れたこのゴールデントリート。まあ、これがね、まあ、調べてみたところ、まあ、相当な、なんていうの？相当なテイム効果をもたらしてくれるらしいです。はい、やばいんだよらしいんだよね、これが。だから今回はちょっとこのね、ゴールデントリートを早速使っていこうかなって思う。で、さらにこれまた前回手に入れたアンナキポイズンダート、まあ超強力な麻酔弾だね、これも使っていこうかなと。で、さらにね、さらにさらに、はい、このライフル見て、攻撃力244、まああれだね、ノーマルのアークで言えば至高レベルの超高級ライフル。はい、これをね、使って、このポイズンダートを撃っていこうかなって思います。これ相当ね、コンスイッチ上がるんじゃないかなって思う。普通の麻酔弾ですらね、相当なコンスイッチを上げられるぐらいの攻撃力誇ってるから、このライフル。めちゃめちゃいいよね、これ。あ、ちなみにこのライフルはね、なんだっけ、クレート？クレートから出ました。で、さらにこれを併用していこうかなと。まあ、おなじみセダティブナルコティックだね。まあ、これで食料値をゼロにして、一気にこのゴールデントリートを食わすっていう、そういう戦法でいきます。でね、とりあえずね、まあ、なんか、すごい強力なテイム効果をもたらすらしいから、なんかね、そんなに数いらないらしい。だから、とりあえず、なんか3個くらいとりあえず持っていこうかなと。で、ゴールデントリートすぐに腐っちゃうから、まあね、速攻で。で、動物に持たすと。よし。食べないよね。あー、いたいた。あれだね、レベルなんだっけ ?400、あー、405か。来ていただいてと。OK。やべえ、めっちゃ凍る。やばいな、スタミナダメージが半端ねえ。ん、ついてきてるんじゃない？ただ問題はね、この罠入るかなっていうとこだよね。ちょっとそのまま流用しちゃったけど、入るかな。あー、出ちゃうか。やばいね、スタミナが全部なくなるわ一気に。あれだね、ちょっと罠を改良しなきゃダメだね。うん、とりあえずね、2マス分縦に広げてみました。まあ、エクスティンクションで作ったあの罠をね、こっちに再現すりゃまあ別にいいんだけどね。まあ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 、とりあえずね、労力は少なめでってことで。で、まあこれでダメだったら、まあ別の場所にあのエクスティンクションと同じ罠をこしらえようかなって思います。じゃあやっていきましょう。っていうかね、また潜ってんだよね。若干水面には上がったけどもって感じか。まだきついかな。あ、でもギリギリヒレ出てるな。ちょっと待った。スタミナがね、めちゃくちゃ持ってかれるから、スタミナマックスにした状態で追わなきゃあかん。焦っちゃいかん、焦っちゃいかん。あ、てか、こっから届く？いや、待って、危ないな。やめとこ。いや、なんかあれだな。ずいぶん浮気性なスピノサウルスだな。あ、来てる、来てる、来てる。あれ？ちょっと高く飛びすぎか。これね、あれ、またいねえわ。よし、どうだ。え、ダメか。あ、いや待った、入りそう。はい、入りそう。入った、あれ。いやー、やっぱ出ちゃったねー。あれ出ちゃってるよね、もう。俺はあれかな、ちょっと罠を作り直しかな。こっち側、もうちょいこっち側にあれだね、エクスティンクションと同じ感じの罠作ろう。よし、オッケー。ちょっとずれたんだけど、エクスティンクションと同じような感じの罠はできたはず。多分大丈夫だと思うんだけど、やばいやばい、もう一発食らったけどマジですね、スタミナがやばいからね、本当に。ああ、もうスタミナ切れそう。え、ちょっと待って、入ってない。間に合って、間に合って、間に合って、危ねえ。
そっか、バッタスだから動きがもともとすげえ速いんだ。だからあれか、助走がついちゃうんだね、めちゃめちゃ。となってくると、もうあと大げさだけど、あとこれもう2倍くらいの大きさにするか。これよし、とりあえず拡張したから次こそ入ってくれると信じたい。来てくれ頼む。これでね、とりあえずテイムできてくれ、テイムできてくれっていうか、せめて罠にはまってくれ。まっすぐ入った。この後に及んで、まっすぐ入ってくれ。そこで止まる。嘘でしょ、ちょっと。お前本当にな、なんだそれ。なんでそこでくるっと回っちゃうんだ、あいつは。まっすぐ入ってくれりゃいいのよ、まっすぐ入ってくれりゃ。こっちからほら、どういう了見よそれ。スタミナがさ、ゴリゴリ削られるからさ、これは、はい、なんだろう、飛べねえんだよね、長く。ちょっと待って、そう、長く飛べないっていうのが一番やばい。入ってないしな、しかも。あ、入った、入ったよな、さすがに。ちょっと待って、大丈夫かな、抜けそうで怖い感はちょっとある。待った、ここから撃とう、この遺跡から撃とう。当たるかな、ここから。ちょっと距離があるか。あ、オッケー、当たったわ。あ、オッケーオッケーオッケー、逃げ出したね。やばいな、どうしようか。これは近寄るべきだな。よし、いやでも怖えな、まだ来るか。あ、寝た、よっしゃ。オッケー、じゃあまず、焦るな。まず、セダティブナルコティックを使って食料値をまずゼロにする。よし。で、次にこのゴールデントリートを突っ込むと。よし。あ、待った。待って、1個しか取れない。まあ、いいや、とりあえず入れよう。とりあえず入れて。ちょっと待って、ちょっと待って、俺1個しか入れてないよな。は？マジ？ちょっと待って、今焦ってさ、俺1個しか取れなくて、で、もうとりあえず今ちょっと焦って突っ込んじゃったんだけど、待って、1個でいいの？ちょっとテイムボーナスがどうなったかも分かんないんだけどさ。1個でいいの？ちょっと待って、とりあえず出よっか。ゴールデントリートやばすぎでしょ、1個でいいの？嘘だろ。400レベル超えのバッタスのテイム値だぞ。肉とかベリーだったさ、 1% か 2% しか上がんないやつがさ、まさかの一発テイムっすか。はぁ、チートだろこれ。あ、これ見えてない、これクソチートだろこれ。まあ、このモッド自体がなんかチートの塊みたいなやつらばっかりなんだけどさ、やばっ。はい、オッケー、無事に拠点に戻ってきました。で、サドルももう作ったんで、早速乗せていきましょう。で、あとは魚肉をあげると。ティラノサウルスが何とか持ってたからね。よし、いや、てかでかくね、これバッダス補正かな、なんかでかくね、こんなでかかったっけって思うぐらいでかいんだけど。いや、でかいよねこれ絶対。ティラノサウルスとこんな差なかったもんね。で、やっぱりね、移動速度がね、めちゃくちゃ速い。うん、これこの子めちゃくちゃ速いわ。これだって今水バフかかってないんだよ。水バフかかってないのになんか水バフかかってるぐらいのさ、なんかスピードになってるわ。じゃあ水バフかかるとどうなる？オッケー、かかった。水バフかかった。いや、早すぎでしょ。いや、早い。めっちゃ早いんだけどこれ。めっちゃ早いよこれ。やば、なんだよこれ。凄まじいな。あれ？
っと待って、わかるかな、これ立てねえ、え、二足歩行なし、二足歩行なし、これ、え、これどうなってんだ、ああピラニアいたわ、なんかあれこれ二足歩行がない、いやでもいやあったよね、さっきあったよね、あれ気のせいよ、さっきのやつって見間違いかな、二足歩行がなんかあくびになってんだけど、ほら、いや多分吠えてんだろうけど音声が入ってないね、ちょっと試しにあれかディプロドクスを襲わせてみるか、あれだね、なんか噛みつきしかしないね、あれ俺殴られなかったっけ、気のせい、あ、なんか、え、あー、なんかあれだね、微妙になんか立とうとしてる時があるけど、あれ立った、あ、立ったね、今立ったけど噛みつきだったな、パンチじゃねえぞ、なるほどね、そういうことか、じゃあやっぱりあれか、アップデート行き届いてないんだね、あの最終のところまで、このモッドのスピノサウルスだと、てか、あ、まあバッタスだと、多分普通のスピノサウルスはちゃんと普通に機能するはず、ただ移動は快適すぎるね、本当にスピノサウルスの戦闘力でこのぐらいのスピード出せるんだったらマジで陸上の移動はね、もう神だね本当に。というわけで今回はね、バッタススピノサウルスこと氷のスピノサウルスをテイムできました。いや、よかった、めっちゃ苦労したな、罠何回も作り直したりとかしてたからね。ただ残念なのはやっぱあれだね、ちょっとなんていうの、水バフとかはかかるんだけど、あのパンチとかがないことだね、それがちょっと残念だった。うん、であとなんか知んないけどさ、体がでかいせいかサドルがちょっとバグってるね、首のあたりがね。まあ本人は気にしてないからいいとしましょう。でやっぱすごいのがこれだよね、ゴールデントリート1個しか食わせてないんだよ、1個しか食わせてないのにテイム値を一気に 100% にしたんだよ、一発テイムできたってことは。普通のベリーだとかそこら辺のあの肉だとかを与えてテイムするときはなんかこれでもなんか 1% じゃん、1個とかで1個 1% とか 2% とかしかなかったやつがこれよ、これ 100% だからね、これ1個でおかしいだろ、これチートだろ、チート、何回も言うけどこれね、多分これアルファ種とかには使えないんだよ、だからアルファ種とかには使えないわけじゃん、だからさ、おそらくさ、アルファ種専門の多分ゴールデントリートみたいなのが多分あると思うんだよね、それがちょっとね今から楽しみでありつつ怖いね。うん、あとこれだね、あんなきポイズンダート、攻撃力がさ、まあ桁違い、まあ244とかあるクソ強いライフル使ったとはいえよ、とはいえ約十何発、なんか何発か外してるから、から約十何発で400レベルのバッタスを眠らせることができたと。うん、これも相当強いね、コストがかかるだけあるわ、あんなきポイズンダート。よし、まあ今回はね、じゃあここまでにいたしましょう。まあこれからね、ちょっとこのスピノサウルスとね、水辺の探索はこいつで行こうかなって思う。うん、でね、今氷のエフェクトとか普通に出てるけど、前のさ、バッダス、炎のユタラプトル、炎のユタラプトルの時がね、なんか、俺、一回リログしたら、あの効果とか消えちゃったからさ、そのエフェクトとか。だからね、ちょっと心配ではあるよね。うん。まあ次ログインした時にもまだね、健在であることを祈るわ。はい。というわけで、まあ今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。